はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きをやっていきます。とりあえずここの扉が開きましたので奥へ進んでいきましょう。壺があるけどヒットポイントは減ってるね。回復しておこう。でこれも壊してマジックバー回復。敵300か、やっかちょ。グレートデーモンがなかなかのパワーあるね。ハイウィザードは倒せる。3分の1くらい残ってるか。こいつ逃げ回ってた。魔法唱えるためか。でこっちもあるけどこっちにちょっと行ってみて宝箱回収。女神の天秤、何これ、ちょっと待って、見たい。女神の天秤、ぷいぷい草とかさ、星屑のハーブさ、3つしかないんだけど。あ、魔法のロープ使えばすぐ脱出できるのか。ここまで来んのめんどくせえ。ここら辺全く使ってないね。神秘のクッキーとか2つあるからね。俺こういうの最後まで使わないタイプだからね。残しておく。力のパラメータ1アップ、これ変えなきゃいけないのか。あれない。え、ちょっと待って、どれだ。あった、女神の天秤。クラスチェンジ、クラス1にリセット。え、これがないとリセットできないってことか。なるほどね。っていうかここに来て初めて手に入れたんだけど、そう簡単にはクラスチェンジリセットはできませんよっていうことか。試してなかったからね。なんか簡単にできるのかな。サンダーボックスか、範囲が広いな。いいって、結構弾かれる。うわー、ちょ待って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 、めっちゃ動けない。みんなやばい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 。なんで俺だけ、アンジェラも、あ、じゃあシャロット死んだわ。ちょ、マジでやばいんだけど。うおおおおお、天使の聖杯はまだ数あったよね。いや、まさか雪だるまになって残されるとは思わなかった。超うざいんだけどこいつら。こんなものじゃねえよ。めっちゃ強かったよ。全滅するかと思った。それほどまでに強かった。うん、広場ボスか。クレンの魔導士、とうとうここまで来たか。だがもう手遅れだ。竜帝様は貴様らのおかげで八神獣すべての力を身につけ、神獣の最終形態へとトランスフォームされる。たとえ相手がどうなろうと知るか、俺はお前らを許さねえ。俺が叩き切ってやる。ねえお母様、お返しなさいよ。そうはいかん。じきに竜帝様のトランスフォームが終わる。断りの女王は生まれ変わった竜帝様への生贄として捧げねばならんのでね。そんなことさせない。相変わらず口だけは達者だな。まあいい、全ては終わった。無駄なあがきはやめて、そこで果てるがいい。さらばだ。結局戦わないのか。ドラゴンが降ってきた。こいつらで俺を止められると思ってんの。甘く見られたのかな。痛い、めんどくさい。使おう、トランスフォーマーごときに。負けるつもりはない。あんまり減ってないな。対して毒になってる。ぷいぷいそう、オッケー。ドラゴンが降ってきた。ぷいぷいそうもないんだってば。だから貴重なんだから、ピンクルレインでなんとかしてもらいたい。よし、これで、うわ、まだいる。ドラゴン系がこう大量に出てくる感じか。
倒した。ハテナハテナハテナの種とか黄色の種とか割と手に入るね。あれちょっと待って、これボス？ちょっと残ってるんだよね、ポイントが。ヒットポイント今さらさ20されても微妙だよな。弱点特攻とか弱点属性 15% アップか、結構いいな。弱点特攻オール27ポイント、ここまで一気に解放しよう。知性とかはいいや。リンクアビリティガードセイバー半減、少し見ますか。反撃、まあ、常にダメージは食らうからね。アーマーブレイクもまあ必要だよね。撃破ヒールもなんだかんだでこれも必要。攻撃の方も強いからな。アタックセイバー、あそうか、効果中与えるダメージ 25% アップ。えどれも外したくないんだけど。撃破ヒットポイント 10% これ外すか。これを弱点特攻みたいなやつ、弱点特攻オール、味方全員 8%、 弱点特攻オールだな。いや待って、オールを別の人に装備させればいいんじゃないか。エレメントコンボってなんだっけ。いや多分シャルロットが余ってるはず。60のヒットポイントアップとかは微妙だから、これを弱点特攻オールにしよう。これで効果重複するのかな。弱点特攻オール、あれこれって覚えた自分にしか使えないんだ。そのリンクアビリティっていうやつじゃないとダメなのか。弱点特攻オールはデュランしか覚えられない。じゃあいいや。あれ外しちゃった、もしかして。外してないよね。よしこれでいこう。どういうシステムだこれ。エレベーターシステムだった。いやエレベーターっていうかよくわかんない、よくわかんない移動手段。でもまた敵がいる。もうちょい続くかな。ここで使おう。ダックロードが攻めてきている。シャルロットがマジックシールを唱えてるって楽だね。必殺技使うとマジで楽だわ。でレベルアップからの蜂蜜ドリンク、一応壊しておこう。いけない、ここはあれか、ショートカットだよみたいな。じゃあこっちから回っていきましょう。こいつら相手だったら貯めときたいな。グレートでめっちゃ振ったほうがいいんだけど、パワーフルだ。すげえうざいんだけどこいつ。マジックシールドわざわざかけてんね。出た、ルーレットです。やらせはしない、死にたくない、俺は死にたくない。なんにもないね。うお、ドラゴン4体か。まあ使うか。プチドラゾンビとかいうやつが普通なんだろう、普通じゃない。逃げろ、逃げらんない。プチドラゾンビ死ぬ、ダウンしてしまった。で女神像が、あれこれさっきの女神像とは違くね。金色のアイテム、あれなんか竜がいる。え、まあいいや、回復してこう。で扉、
向かい合っている3人、向こうも3人やるか。ここで技使えばよかった。超めんどくさそう。ダンロード3体とか、ほら死ぬよマジで。大地噴出剣とか、はめろはめろ、よし。まだ出てくる。最近そういうシステムが多いな。攻撃力 40% 下がってるけど、それはあんまり気にならないね。どっちかっていうと攻撃力がやっぱ高いから、そっちの方が目を見てる。いてダメージが 40% 増えるわけじゃない。ただね、多分そうだよね、防御力が40下がるだけだから。いや、ハイウィザードが鬱陶しすぎるこいつ。出た、ルーレットです。お前が死ぬんだ。次ドラゴン部隊か。サマーソード、ただ連発して食らうと。1回で確実に倒そう。クロストドラゴンね、雪だるまにしていくと。でドラゴンがいっぱい、いや使っちゃおう。200使おう。コスパがいい、コスパがマジで。しかしこれでは最近倒せないな。いやでもすぐ倒せる。でまた貯めればいいだけの話、それだけ。ツボツボ回復しよう。こっちの、ちょっと待って、わかんない。デュランにして、でヒールライト、もう一個部屋があるか。うわーめんどくさーい。まずはデスマシーン、お前らの。こいつも待って、冷凍ビームはまずい。冷凍ビームガチでやばいからな。最強の魔法冷凍ビーム、すーげえ。ちょこれ砕いて使っちゃおう。あとはプレートデーモンで試させてもらう。デスマシまだあっちにいた。プレートビーム、ほら雪だるま貸してる。ん、まだいる、まだいるか。親父の鉄拳、こいつらみんなあれだな、壁まとってんな。ぐちゃぐちゃなんだけど、ぐっちゃぐちゃ。親父の鉄拳、いや手が、しかしだいぶ技ポイントはたまったぞ。もう400近い。回復しておくか。ヒールライトでくるみを1個使ってあげよう。24個あるからまだ大丈夫だね。 OK、 いきます。待っている2人、待つの好きだなこいつら。来たぜ。お前が竜帝か。こいつが竜帝か、初めて見たな。とうとうここまで来たか、懲りない奴らだ。まあ良いではないか。せっかくだからそこで見物していくが良い。わしが神となる瞬間を。あれはマナの剣、やめて。
よく見ておけ。これがマナの剣の最後だ。マナの剣だ。貴様たちが倒した全ての神獣の負の力が暗黒剣となったこのマナの剣に蓄積されていたのだ。その負の力しかとこの竜帝が受け取ったぞ。おめでとうございます。これでついに竜帝様はマナの女神を超えた存在、超神として生まれ変わられるのですね。竜帝様。苦しい。何かがわしの邪魔をしている。これは聖域のマナの女神。おのれ、くたばり損ない目がまだ生きておったか。よし、望み通りマナの木を切り倒して女神の息の根を止めてやる。マナの聖域に向かうぞ。竜帝様は一足先にお迎えください。私はこいつらを始末してすぐに参ります。うん、遅れるな。ふざけんな。始末されんのはてめえの方だぜ。とうとうこの時が来た。最初俺はお前と戦うために旅立った。だが今は違う。さあ今度こそ勝負だ。よかろう。闇の魔力の前に自分がいかに無力であるか思い知ることになろう。行くぞ。弱点あんのかな、例によって。え、なんかめっちゃ燃えてるんですけど。とりあえず最初はまあセイントセーバーかな。闇の力がどうちゃらって言ってたから。同じ竜帝様の闇の魔力の前にひれ伏すがいい。メガスプラッシュ、あ、だから効かねえ、効かねえっていうか、なんともない。いや、めんどくさ。ちょっとターゲットするか。使おう、真空剣。竜帝様に命を捧げればより強い力をいただける。消えた。同じようにな。冗談じゃねえ。当たった。結局微妙だな。見えないんですけど。黄金の騎士の剣は守るための力だ。バリアチェンジ火。え、守るものがいて。え、どういうこと、どういうこと。セントセイバーじゃなくてアイスセイバーが効くってこと。初めて得られるんだ。それに気づけないお前に本当の強さは分からないだろうな。いや、めんどくせえ。ほんとめんどくせえよこいつ。しかもさ、アイスセイバー効かねえし、ひどくない。味わわせてやる。負けるかよ。俺はお前を超える。一応戦闘ユーを使ってはいった。私を捕らえられるか。バリアチェンジ。水、水が、あ、無効になってる。ちょっとまずいまずいまずい、これはまずい。さすがに。ん、じゃあなんだ、サンダーセーバーとか逆に使うな。私はここだ。その手は私はここだ。本当めんどくせえわ。いや、これむしろセーバー使わない方がいいな。ただめんどくさいだけだな。めちゃくちゃ強力な攻撃があるわけではない。アイススマッシュ、これは下位に行かなければ大丈夫。ワンセットだな。バリアチェンジ、土。俺今何だっけ。あ、大丈夫か。えっ、待って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 、ちょっとやばいんじゃない。シャルロットをヒールライトにして、あ、これか、これ系。ちょっと待って待って、外そう。そうか、あいつの力の源、そいつをぶっ潰すわ。うん、もういいや、使おう扇風機。ダメージを与えられる時に与える。そしてここはもうチェンジだな。ハリセン、もうピヨってない。
発だけ当たってくれればいい。最後やったちょっと待って、これもスパイラルロッド。で、ようやく半分か。だんだん今これ普通の攻撃で倒せるからな。こいつなってる。ホーリーボール。あとこいつ、いやまだいるか。あぶねえ。あともう一ターン欲しいな。バリアチェンジ水。いやもうバリアチェンジとか関係ねえから。これバロット。この瞬間移動、動き回るやつらが一番戦いづらいね。ダークホース、これは大丈夫なんだ。私はここだ。もう1回くらい、あの超必殺技来た。3発多い。頼む。いやきつい、これはマジきついぞ。怖い。よしよし、これではもう決まりだな。真空剣使って、ハリセンチョップ使って、スパイラルロッド使う。この3連続でいこう。ハリセンチョップで決まりそうだな。何、時を止まれ、ザ・ワールド。まだ生きてる。私はここだ。スパイラルロッド倒した。2387。富豪金か4万も持ってたんだ。そんなバカな。この私が負けるとは。竜帝様に授かった闇の魔力が、まだまだこれからだ。さあもう一度。もう諦めろ。たとえ闇の力だって絶対的なものじゃないんだ。かつて私は魔法をどうしても使うことができずに苦しみ、いたたまれなくなってアルテナから逃げるように旅立った。旅の途中ふと立ち寄ったこのドラゴンズホールで、昔フォルセナの黄金の騎士との相打ちによって命を失ったと言われていた竜帝様の死体を発見したのだ。ドラゴンズホールってさ、ふと立ち寄るようなとこなの。どうだ、竜帝様の死体は私の心に話しかけてきた。取引をしようと。そして我が命を半分捧げることにより竜帝様から強大な闇の魔力を授かったのだ。しかし私の命半分では竜帝様の完全復活にはほど遠い。そこで竜帝様はマナの剣によって一気に神獣たちの力をも手に入れ、完全体となられようとしたのだ。竜帝様は間もなく完全体となられるだろう。だが私は命も半分しかなく、今また闇の魔力においても完全でないことが分かった。もうこれ以上生きていても仕方がない。やめるんだ、グレンの魔導士。生きるんだ。早まったことはやめろ。ありがとうよ、デューラ。グレンの魔導士。
急いでマナの聖域に戻って、マナの女神様が危ない。マナの木に倒れてしまったらもう二度とマナは戻らない。マナの剣は失われてしまったけど、なんとかしなくちゃ。マナの女神様を救って。グレンの魔導士の思いから新たな力が生まれた。イグニション、バトル中5秒ごとにマジックパワーを10回復。結構いいな。マナの女神を助けよう。とりあえずこれだけ割っていこう。壺はもうない。あれ、断りの城じゃん。あれ、お母様。アンジェラ、ここは一体どこなの？ダメですよ、またホセの授業を抜け出してこんないたずらばかりしてちゃ。あなたは私の後を継いでアルテナ国の女王にならなければいけないんですから。あなたはなかなか魔法が覚えられなくて辛いからこういうことするのでしょうけど、焦っちゃダメよ。私いつもマナの女神様にお祈りをしてるのよ。あなたが早く魔法を覚えられますようにって。どうしたのアンジェラ、おかしな子ね。隣の方々はお友達？恐ろしいことがあったのですか。私ともあろう者が何も覚えていないなんて、これでは女王失格ね。たとえ操られていたとはいえ、実の娘を殺そうとするなんて、なんて恐ろしいことなのでしょう。アンジェラ、私を許しておくれ。うん、お母様、もういいの。お母様は断りの女王、みんなお母様を慕っています。もちろん私も。これからもアルテナの女王でいてください。私たちはこれから竜帝を追ってマナの聖域へ行かなければなりません。後のことをよろしくお願いします。ありがとうアンジェラ。さあマナの聖域へ向かってください。聖域への扉が閉じかけています。もはやフェアリーと一緒のあなた方にしか通ることはできないでしょう。どうかくれぐれも気をつけて、そして無事に帰って。マナの女神を助けよう。とりあえずアイテム買って種植えて武器が出ればいいなってこと。これ帰れねえし、ここからなんかめんどくせえ。魔法のロープで帰ろう。使えねえ。よし、じゃあとりあえず種を植えよう。銀色、見えいんのドレス、何がいいんだかわかんねえ。8ってなんか虹色の種とか持ってんだけど。良い武器防具が出ることがある。へえ、13個あるし、10個までしか植えらんないからね。ムーンフラワー、知性の水、大富豪のアロマ、力の水、司教の包囲、あ、マルドロップとかマジックそういうのが出た。武器が欲しいな。武器が金色があと3つ。虹色とかあんだね。
知性の水。司教のリボン持ってた気がする。ダグナロク持ってる。かぶるのが一番悲しいよな。虹色2つある。使っちゃおう。大富豪のアルバ。武器が出るわけじゃねえのかよ。出ることがあるって書いてあったからね。ハテナハテナも全部使っちゃおう。え、戻せるんだったらでも戻してえな。てかマナの聖域の女神大丈夫か。扇の書どれだっけ。検証の証、聖水の小瓶、闘志の証、これなんかいけそうだな。超かぶりまくってんだけど。ちょっとアイテムを見ます。ソードマスターにクラスチェンジ。デュエリスト、デュエリストにちょっとなりたいよな。アークメイジ、グランデビナ、まあ、ここら辺は全部大丈夫か。戻す。まあいいか。とりあえず、あ、あと装備か。デュランのものは特にないかな。全部下がるもんね。風の神獣のリング装備してたんだ。風ダメージ半減。ここなんかさ、もうちょっと特殊なあれが欲しいよね。あれ？何これ？バトル。あ、これあれか、レベル10までか。若干初心者救済アイテム的な。なんか俺装備してたっけ、これ。もはや覚えてない。あ、ミエインはもう持ってるね。ドレス、同じだな。で、司教。司教の方、司祭の方位から司教の方位になったのか。で、ムーンフラワー。特にいいのがないな。まあいいか。じゃあ、とりあえず、今回はここで終了して、次回はマナの聖域、向かいたいと思います。ディランのクラスチェンジを一回戻してどうするかは考えておきます。というわけで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。